それでは、えー、呼吸について、えー、一つエクササイズをやってみたいと思います。まず管楽器を吹く上で一番重要になってくるのが息ですね。あのー、まあ、弦楽器でいうとあの弓の動きになるんですけど、あの管楽器のおそらく半分以上は半分半分をはるかに超えてると思うんですけど、息さえできれば。